はい、皆さんこんにちは、ラジオマンジャークです。はい、どうもありがとうございました。まあ、というわけでございましてね、もう終わっちゃったやつ、ありがとうございました。あれ、なめちゃん始まったばっかりじゃない。はい、数日間ね、なんか外の方でなんか工事があってね、ヤシの木切っててうるさいの。あれね、なんかね、前の向かいの家で工事してるみたい。またやってるよ、なんか、ほら、あれ、ビルグッドの隣の家だよ。あ、そうなの、うん、いい迷惑だね、うん、まとまり始めたら、ね、終わったと思ったのにね、道路渡ったところでこんなに、まあ、これだけの大きい音がするということは、どれだけの工事だっていうんだよね。ご家庭を歩いた時、もう、うん、普通にこうやって押さえてないと意味を押さえないとダメってことだよ。こうやってここじゃわかんないですけどね。まあ、そんなわけでございまして、とにかく一段落したということで、はい、ラジオマンジャックを楽しくやろうじゃないかと。今週1週間ね、とにかくラジオマンジャックいっぱい、もうね、本当に振り返りたいな、マジックの話まで踏み込んじゃって、まあ、とにかく大変でした、うん、ということで行ってみたいです。今週もラジオマンジャック1週間振り返ろうということで、ラジオマンジャック忙しかったね。いやね、何はともあれね、自分のあれがあった、これね、出る頃思った後なんだよ、うん、実は1週間ぐらいずれちゃってるから、あ、そうか、うん、だからまあそれはいいよね、とにかくね、うん、でも飯もあるし、いろんなことであって、うん、もうオーディションがあったり、うん、もう自分のショーがあったり、まあ大変でしたね、うん、まあ日本人のマジシャンたちいっぱい来たりね、キャッスルもすごい楽しかったでしょ、うん、楽しかったね、うん、まあもう本当ね、でね、 iPhone が壊れたりとかね、あれひどかったね、あれ iPhone の話しようかな、でも困った時にしようかなと思ったけど、うん、ちょっとね、そうだね、困った時かもしれない、うん、まあね、とにかくいろんなことがありすぎました、はい、でね、一番俺が困ってるのは、ラジオが日本に行ったりなんかして調整のためにちょうど1週間遅れてるんだよ。あ、そうなの、ちょうど1週間遅れてるの、内容が、うん、まあだから、まあそれもいいかなって形でね、うん、うん、言ってますよ、もう本当ね、うん、まああの今ね、でも本当にあの俺が熱く語りたいっていうのは、うん、とにかくまああの19日に行われたキャスティングオーディションすごかったわ。見たいね。ああ、もうこれはね、あの全員合格って初めてでしょ。番外でちょっと話をしたくてね、このラジオマンジャックで話しちゃったんだけど、うん、まあ、とにかくみんな良かった。全員合格って珍しいね、うん、でね、おかしかったのはあの、うん、これだけ言いたいのはね、これマジックのじゃなくてあのマギーで、マギーじゃない、ダイアナさんっていう、うん、ペンドラゴンのアシスタントをやってるお弟子さんがオーディションを受けたんだよね、うんうん、で最初にあのクッキーいっぱい焼いてきてみんなに配った。あ、私チョコレートも、こっちの方かと思っちゃったの。よくみんなにいろいろ配って落ちる女の人がいるんでさ、うん、こっちの方か、来たかと思ってさ、でペンドラゴンと俺すんごい仲良しじゃない、うん、もう大親友みたいな人間で、で一緒にやっぱり星を見たいぐらい天体望遠鏡いっぱい持ってて、うんうん、もうお互いなんか同じようなもんばっか持ってんだよね。すごいね。うん。受けて10インチ、25インチとかさ、あ、16インチとか、ね、あと対空双眼鏡とか、もうもろ星の人間だ、あの人は。そうだったんだね。うんうん、すごいな。いやだからね、そんな話をしながら、この仲のいい、またね、そのオーディションの女の子を落としちゃうんじゃないかと思ってね、うん、もう嫌だったんだけど、素晴らしかったんだよ。うん、とにかく歌始めた、さキャッスルで、うん。で、そのキャッスルがやったらうまい、あの、歌がすっごいうまいの。うん、ちょっと驚くぐらいうまかったね。やっぱステージで私見たんだけどさ、うん、やっぱり、うん、やっぱり歌手の人ちゃんと選んできたんだって。そうそうそう、アカペラで、アカペラってんじゃないかな、うん、iPhone のちっちゃい音でやったんだけど、うん、音のボリュームのコントロールがすごくうまくて、うん、なんとね、シェル付きなんですけど、コインフレーズグラスってのやったんだよね、うんうん、まあマジックわかんない人は、まあ、シュート君がやってるコインがグラスに映るやつ、うん、でね、これ実を言うとね、あの他のサイトで書いてないで、実を言うとあのマジックのあれではね、あのちょっと書いてないことをちょっと話したいんだけど、うん、素晴らしかった。もうなんかオーディションなのにスタンディングオベーションになりそうなぐらいすごいね。すごい ね、でカードもできるし、いろんなことできる。ところがジョン・ジョージがね、ちょっとね問題提起しちゃったの。ジョン・ジョージっていうのが今度はあのシュートの代わりに一番ね、うん、向かって左側にいて、マニアックなことに厳しい。そうそう、俺はその反対側にいるんだけど、フラッシュしてる、うん、コインのパームがフラッシュしてる、うん、完全に見えてる。であのジョナさんが教えてるから仕方がないかなって。そうか、そうか、そうか。だからあれちゃんと教えたらすごくなるかなと思いつつね、うん、俺の専門的なところだから、うん、いや、ソーレンジャーフラッシュしてるって時にみんなの反応、いいじゃねえかって言っていいんじゃねえかよ、俺から見えてなかったし、意味わかんねえ、あいつ見方が多い、イギリス人だから、そうそうそう、すごいおかしかったよ、うん、見方が大体さ、クッキーうまかっただろ、うん、で、なんだって歌うまいし、かわいいじゃねえか、うん、あれだよね、それ以外のパフォーマンスが本当によくできてたから、いやそれすら打ち消しちゃう。だからね、あのそのコインのフラッシュが確かに見えたんだろうけど、やっぱりあの手の手つきおかしいんだよね、うん、だけどそれをぶっ飛ばして受かったってのは過去にも本当ないような気がする。すごいね、まあそんなわけでしたよ。あとね、りょうくん、あのオーディションの話しちゃって名前やな、ちょっとね、あのりょうくんっていう日本から参加してくれたんだけど、うん、この子が突然トップバッターで、そうね、まあ緊張してて緊張してて、そうだよね、
ブルってた。ああいう場でやるってなかなかね、うん、それで突然さもう英語が飛んじゃったらよろしくお願いしますとかなっちゃった。飛んじゃった飛んでた飛んでたもう随分もう大変な日本語が入ってたよ。まあそれでもねちゃんと続けてくればよかったね、うんうん、まあもともとショーでさやってる子だから見せることはね。でまあその週はほらその前の週が俺のね4日間のキャスの出演だったんだけど、いやー疲れたね新作やると。もう本当に疲れた、うん、それであのカードをあのちぎって食っちゃって復活させるやつだったんだけど、何枚カード食ったか分かんないんで、うん、お腹の調子悪いです。メテキングさんの気持ちが分かった師匠だから、うん、まあだから破片だからいいんだけどね。まあね、うんうん、まあそんなことメテキングさん、うん、その破片のでっかい方食べるんだっけ。うんそうそうそうでっかい食っちゃう、うん、あれはもうとんでもない男だ。まあ、無敵さいわく食物繊維だから大丈夫だって言ってたね。わかんないけどね。あれ消化できると思わないけどね。インクぐらいだとか言ってて、うん。いや、それでね、またみんな日本人が来た時に、途中ほら行ったんだよね、フルハウスに、中華街に。うんうん、あれもよかったよね。よかったよ、うん、よかったよかった。うん、まあ、ちょっと余計な出費させちゃったかもしれないんだけど、相変わらずカニはうまくて。で、深夜2時を過ぎた時に、うん、最近ほら、昔の仲間たちが案外少ないんだよ。そう、一人しか私、うん。あ、そう、俺二人知ってるのがいたんだけど。それでその時に一人ちょっと若め の、うん、お兄ちゃんが、うん、2時以降にお酒って困ったんだけど、ほらポットに入れてこい、ポットに入れてこいってニヤッと笑ってポットに入れてだから湯飲みというかね、お茶碗にお 茶, 飲む、ね、お茶の中に入れて、ね、それで飲むという、ね、相変わらず違法な中国素晴らしいです、ね、何でもありの中国、何でもあり、何でもありでもフレンドリーなのが、ねね、まあ本当中華街のチャイナタウンの、うんあそこでしたね、こっちに住んでる中国の人はすごくね仲良くなれる、うん、でもねすごいなと思ったのはさ、うん、帰りにそれ持って帰ってきて、うん、それをおじやにしたりなんかしたんだけどさ、食べきれなかったやつ、うまいよね、やっぱね。雑炊にしたらすごいうまいよね。カニとね、福建チャーハン食べきれなかったからさ。カニ雑炊作ったんだよね。うん、これじゃあ味落ちてると思って、雑炊にしたらすっごい美味しかった。いやもう本当にね、そういうところのあたりは、中華の味付けってすごいなと思ったね。すごいと思う。あれ家じゃ作れない。でも俺さ、そこの国、国じゃねえや、あそこと付き合ってるフルハウスと、日中問題なさそうに思うんだけどね。そうね、こっちにいる限りでは、うん、中国の人ってアメリカでほら一緒にさ遊んでても全然違和感ないんだよ、うん、そうそう、すっごくないの。ネルソンもともと、まあ、こっちのアメリカ人だけど中国喋れないじゃない、うん、あれだよね、うん、だけど韓国コリアンタウンなんか行けないもんね、ちょっとね、行きたくないね、うん、すごいよ、みんなに睨まれる感じ。やだやだ、日本野郎が来やがったって目で見られるから、ね、そこら辺のところあたりで中国ってなかなか何とも難しいじゃん。どうでも良くなっちゃってるから、だから中国逃げてきてアメリカに来てるやつだからみんないいんだよ、まあ、もういいんだいいんだって感じになって、うん、尖閣諸島の問題があった時だってさ、いやこんな問題があって私たちのことを心配してる、うん、みんな来てくれなくなったんじゃないかって困ってたんだよって、よかったな、ありがとう来てくれて、そんな感じだよ、うん、そうだよね、ね、だ日中問題も新たな展開を迎えるんじゃないかっていうまあだから今の共産党がねやっぱ問題なんであって、それがなければ全然関係ないっていうのが中国じゃないかと思いますね、うんうん、まあなんか真面目な話になってますけど、まあ、とにかくこのね1週間ってのはねなかなか大変だった、体も大変だったよね、うん、本当にもう忙しいというかね、まあ、日本からの若者たちがねトータルで、まあ、日本からってこっちに住んでるのが2人なんだけど、うん、3人来て、うん、そして、まあ、トト君の出演もあったりなんかしてて、もう、うん、まあさながらリトルジャパンウィークみたいになってね、うん、でオーディションもあって、うん、島さんまで来てね、島田原さんまで来て、うん、ね、みんなでもう賑やかにやったもんだから、ジャックと写真撮らされて、なんか島田さんとミスティは一緒に写真撮るべきだとか、オーディション会場のところ撮ってたら、うん、行こうとか言って外に連れ出されて、なんか2人でまず撮るべきだとか言って、2人並ばされて撮られて、はいはいはい、次はじゃあ3人で撮るとか言って、うん、まあでもさ、ペンドラゴンズがいいやつでさ、ジョナサン・ペンドラゴンズはいいやつだよね。本当にいい人だよ。だって俺と島さんって十分知った仲なのに、うん、ね、その十分知った仲なのにさ、ペンドラゴンが俺のこと一生懸命島さん紹介してんだよね。あれおかしいよね。意味ねえだろみたいなさ、うんうん、まあそんな感じで、うん、とっても仲いいんだよって形でね、うんうん、あれでしたよ、うん。まあそんなわけでね、1週間これ楽しく終わりましたよね。でまあラジオのズレはいいでしょう、自然解消って形でこのままいっちゃうかなと、なんかさまた時差があるからさ、これ難しいんだよね、これきっちり上げるってね、うんうん、まあでもそれでもちゃんと上がってるってことで、これからは本当メキシコに向けて全力を尽くそうと思ってますよ、はい、それが終わったら今度ね日本、日本なんか日本は名古屋がなんかちゃんと決まってそうなんで、うんうん、ちょっとなんか名古屋も楽しみだなってことをね、名古屋の皆さんね、頑張ってやりましょう、名古屋でね、はい、すごいこと見せますから、うん、ということでちょっと越権行為で、魔法の信じる会の方に入っちゃいましたけど ね、まあそれはいいでしょうってことで、うん、こんな感じです。まあ工事の音も今止んでますので、うん、ため撮りしたいですけど、うん、まあ、とりあえずこんなところかなってことで、うん、映画見ましょう、うん、映画見なきゃいけないです。
ということで、さよなら。どうもありがとう。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。